ラッキーセブン、はい、でもなんか違うな、うん、この前松本潤演じる時田俊太郎が調査対象者を見てそんな風に言ってた理由、うん、おかみがちょっとイメージと違ってたんです、うん、俺の目にはなんていうか愛人がいて若い恋人がいる女に見えなかったんですよ、うん、恋愛中の女が発する気配みたいなものがなかったというか、うん、まあ今回のそもそもの依頼というのは自分の愛人であるおかみが他に恋人を作った、うん、その男の顔写真が欲しいから料亭の前で写真を撮ってほしいというものだったわけで、うん、でこれが初めから嘘だったとしたら、うん、その目的はスクープ写真を撮らせるため、はい、ということで、うん、エイタ扮する新田テルというよりラッキー探偵者をはめたのは案の定依頼主の林原、はい、まあなんとね元探偵という素性で、うん、当然誰かに依頼されたということではあるんだけど、はい、まあとにかく全体的にはこの前いろいろ憶測できたことが今回丁寧に紐解かれていったという感じで、うん、ただね、はい、懐中電灯型のマグカップに入ったコーヒーまでが伏線になってたというのはちょっと想定外ね、うん、あの茅野ちゃんがね、はい、あの依頼書は一度コーヒーに使ってます、うん、だから他の紙より重いんですなんて言ってたけど、うん、シュレッダーにかけられたあれほど大量の粉々の紙切れから水に入れるだけで依頼書の破片がより分けられるっていうのはこれ本当なのかと、ね、ちょっと試してみたい気にもなったんだけど、やってるやついっぱいいてるんちゃいますか。せやけどきっとね、はい、まあ他にもカーブミラーに映った防犯カメラの映像を解析したりとか、いろいろと探偵らしさっていうのも発揮されたんだけど、うん、なんといっても松嶋菜々子演じる藤崎東子社長も大活躍というか、はい、まあやたらとアップが多かったしね、うん、で最初の方でも俊太郎相手にあははごめんごめんうふふと松嶋菜々子らしい笑顔も大サービス、うん、まあ、前回のドラマが笑顔なかったですからね、うん、まあここらでね無表情の家政婦の見たとは違って、はい、松嶋菜々子本来の微笑みっていうのをこれ見せておかなきゃっていう、ほんまに笑顔忘れられてしまいますからね、うん、まあここらはね事務所の意向っていうのも入ってるのかもそうでしょうねイメージがありますからねやっぱりね、うん、でところで今回の事件の背後には、はい、警察内部の人間が絡んでいそうでね、うん、で新田も警視庁幹部の峰永に16年前突然昇進してますよね、若くして異例の出世、前任者の行方不明、あれって何ですかなんて迫っていたわけで、はい、で結局そこでもしかしたら新田は社長のお父様の事件を知ってしまったということなんだろうかと、はい、そしてそんな憶測をしていた筑紫正義という人物に関しては演じている角野卓造が公式サイトのインタビューで、はい、今の流れから言うと警察内部で何かがあったようですね、そこに東子さんのお父さんが関係していたのかもしれないとは考えられますが、その裏で動いている実態について筑紫が把握しているわけではないと思います。それから筑紫は13年前に東子さんと一緒に事務所を起こしたということになっています。警察を辞めて少なくともそれ以上は経っているわけですから、警官だった匂いもどこかに少し残る程度なんじゃないかと。それに探偵という職業上前職を察知されないようにそういう匂いは払拭しようとしているでしょうから、私も元刑事というのを意識する必要はないかと思っています。劇中でそういう設定が出てきた時にあの人そうなのと思われるくらいの方がいいだろうと感じています。ちなみに東子役の松嶋菜々子さんとは以前他局のドラマでワンシーンだけご一緒したことがありました。10年くらい前のことですが、久しぶりにお会いしてさらに大人の女性になられたと思いました。なおかつ妖艶でミステリアスな感じもあるんですから素敵ですね。それにしても今まで割と大人の役者さんが多い作品をやってきましたが、今回は私一人が随分年上で、11年前にヒーローをやった時も私は地検支部の部長という立場で最年長でしたが、実際はその上に児玉清さん演じる次席検事がいらしたのでまたちょっと違いました。でも今回は図抜けて最年長ですので年取ったなぁと実感しています。だんだんそういう役回りになってきたってことですけど、若干ショックでもありますね。なので皆さんの年齢なりの弾みと演じるキャラクターの面白さで現場にいいリズムがありますが、私はあえてそこに乗らないようにしています。表紙を打つにしても私はちょっとずらして打った方がいいだろうと、ついつい一緒になって遊びたくなるのですが、そこを我慢して自分のポジションを守ることが役割だろうと思っています。なるほどね、うん、それにしても、うん、かなりの想定外だったのは、はい、最後の新田のセリフ、うん、俊太郎あとは任せたぞ、うん、結局のところ新田はラッキー探偵者には戻ってこない、ね、
多分東子のお父さんの事件を勝手に一人で調査するっていうことではあるんだろうけど、はい、まあいずれにせよ瑛太がこれにてしばらくお役御免となるのだけは間違いなし。ってことはなんかそれなりの理由があるってことなんですかね。実はね、舞台ガラスの動物園の公演が3月10日から始まるわけで、その本格的な稽古に突入っていうことなんだろうと。はいはい、はい、まあ多分ね、最終回あたりにちょこっと帰ってきてくれると。そうですよね。で、その部分もひょっとしたらもう撮り終わってるのかも、うん、しかしね、途中で抜けるっていうことが分かっていながらね、エイタをブッキングしたっていうのもね、はい、まあ贅沢な使い方っていうことも言えるんだけど、はい、これ言い換えれば松潤一人じゃ心もとないっていうことなのかともね。どうなんですかね。まあただ一つ本当に気になるのは、これでラッキーセブンならぬラッキーシックスになってしまうというのが、えらいことですね。あ、誰か数合わせでピンチヒッターが現れるのか。いやでもほんなエータさん戻ってきたらラッキーエイトになってしまうしね。、うん、ということで何はともあれラッキーセブン、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。